江戸川病院乳腺外科田澤です。液化再発をテーマとしました。今回は前編として、液化再発に至る問題点と液化の解剖、そして術式についてお話しします。患者さんを通して聞いた善意の一言です。ん?と思いました。念のためのような予防切除ではなくて、現に転移したリンパ節をなぜ手術しないんだろうと。ここに2つの問題点が浮かび上がります。七夕に対する願いじゃないんだから、抗がん剤に願いをみたいなものではなくて、手術で確実に覚醒すべきであると。もう一つですが、液化再発した際に日頃レベル3覚醒をしてない医師は対応できないと。で、それは患者さんにとって著しい不利益になると思います。なぜそれらの医師はレベル3覚醒を避けているのかと、それを理解するために次に解剖を示します。まずこの液化というのは、乳腺があって、その裏に大胸筋がありますが、その裏にあります。で、解剖で大事なのはこの液化静脈。液化静脈は液化静脈から、このレベル3の位置から鎖骨下静脈へ名前を変えます。で、リンパ節はこの液化静脈沿いに、手前からレベル1、レベル2、レベル3とこのように名前を付けてます。まずここに小胸筋と、この筋肉がかぶさります。で、小胸筋の裏にはレベル2があると。で、レベル3はこの小胸筋のさらに奥にあると、この位置関係ですね。で、筋肉はもう一枚、大胸筋という大きな筋肉がさらにかぶさります。つまり液化というのは小胸筋、大胸筋と2枚の筋肉がかぶさっていると、これは大事なところです。で、実際の手術のやり方ですが、まず表面の大胸筋ですね、ここに甲をかけて、で、引っ張り上げます。そうしますと、この裏側にある小胸筋がだんだん見えてきます。で、さらに引っ張りますと、このように小胸筋が見えてきまして、そうしたところで今度はその裏側にある小胸筋も引っ張ると。で、小胸筋を裏返すぐらい引っ張り上げたところに出てくるリンパ節がレベル2リンパ節。このように2枚の筋肉ですね、この表面の大胸筋、あとその裏側の小胸筋の2枚を引っ張り上げて、見える範囲のリンパ節レベル2までを取る覚醒を液化覚醒と言います。で、この液化覚醒ではこの小胸筋のさらに奥にあるレベル3は覚醒できません。で、次に鎖骨下覚醒、レベル3覚醒ですね、を示します。まず大胸筋は引っ張り上げた状態で、小胸筋は引っ張らずにまず戻します。で、次に小胸筋を大胸筋から引き剥がすためにですね、この大胸筋と小胸筋の間にある血管と神経、これを処理します。そうしますと、小胸筋の奥の、内側というか奥の膜ですね、この膜が現れると。で、この膜を破らないとレベル3は見えないんですが、ただここで膜をいきなり切るのは非常に危険だと。ここに液化静脈、鎖骨下静脈に名前変えますが、非常に危険なものがあるので、いきなり膜を切るというのは、危ないということで、このようにですね、ペアンを通して、テープですね、これを、小胸筋に通しまして、これを引っ張ると、外側引っ張りますと今度膜が広がってくると。そうしますと、安全に切離ができるようになる。で、これがその小胸筋の内側の膜を破ったところですね、レベル3が現れます。
で、このようにして、まあ、小胸筋はですね、この手前の方ですね、引っ張り上げるんじゃなくて手前の方に引っ張ることによってレベル3までの覚醒、まあ、これが鎖骨下覚醒と、これができるのです。じゃあなぜレベル3覚醒が行われなくなったのかと、本当のところはどういう理由なのでしょうか。面倒だからでしょうか。まあ、理由はですね、ズバリリスクだと思います。まあ、イメージしてもらいたいんですが、液下覚醒とは、まあ、そもそも脇の下をこう覗き込んで行う主義です。で、さらにそのレベル3覚醒っていうのはそのさらに奥なので、例えればですね、トンネルの奥を覗き込むような感じになります。で、その先には液下静脈、出血すると怖い液下静脈があると、まあ、そういう状況、まあ、これがその、まあ、ちょっと模式化しましたが、まあ、トンネルをこう覗き込んでですね、まあ、レベル1、液下覚醒は非常に近いところだから安全にできるのですが、この血管沿いにですね、この怖い液下静脈沿いにレベル3がまあ遠くの方に見えると、まあ、こういうイメージですね。で、実際はさらにですね、ここに小胸筋とですね、その膜がこうあると、その奥にレベル3があると、まあ、非常にその視野が悪いということが伝わりますでしょうか。で、まあ、今回はここまでとします。で、次回は後編として実例を紹介します。乞うご期待を。